ほっとできるひとときを、ひろみボイス。皆さんこんにちは、こんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様でした。今日はですね、ちょっと番外編ということで、この数日間、約10日間ですね、ちょっとずっと体調が優れないなというような投稿だったり、ツイートだったり、インスタグラムのストーリーズで、たくさんの方々にご心配をおかけしてしまった件について、決着がついたというか、原因が分かって今回復に向かっていますよということをお伝えしたく、カメラを回しました。まずですね、今回の体調不良に関して、本当にたくさんのコメントとか DM とか、いろんなリアクションなどを通して、ご心配をしてくださった皆様、気にかけてくださった皆様、本当にありがとうございました。本当に励まされましたし、私自身すっごく原因がわからなかった時期は本当に怖くて、いろんなことを考えてしまったので、とても日々いただくメッセージに勇気と、励ましの言葉からパワーをいただいておりました。本当にありがとうございます。で、結論から申し上げますと、私のその胸だったり背中の痛みの原因は、胃腸炎とか食道炎とかではなくて、なんと食道にですね、こういうちっちゃいですね、先が鋭利な針金のようなものが、こうクイッてこうクイッて食い込んでて、結構奥深くまで食い込んで突き刺さっていたことが原因ということが判明しました。昨日、一昨日に取ってもらって、処置をしていただいたので、今はそういった変な痛みっていうのはなくて、ちょっと多分ね、傷口がまだ癒えてないのか、傷口に当たるような痛みみたいなものがある程度になりました。はい。で、ちょっとご参考になる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないなと思ったので、記憶が新しいうちに今回の経緯をですね、時系列的にご説明したいと思います。まず私がいたって思ったのが10月6日の金曜日のお昼でした。ちょっと用事があったので早めにお昼をパパッと済ましちゃおうかなと思って、昨日の夕飯の残りの豚肉ともやしの炒め物と白米を食べてたんですね。で、その時にまあパソコンちょっと見ながらパクパクと食べていった次の瞬間に、急にスッてこう刺されたような痛みが胸と背中にクーンってツキーンって走ったんですね。で、びっくりしてしまって、こんな痛み今まで経験したことがなかったので、急いで夫に LINE を送って、やばい、今胸と背中に激痛が走ってる、これちょっとやばいかもしれないっていうことで LINE を送りました。で、食べた時に痛くなったので、食べることは一旦ストップしたというか、もうそれ以上食べられなかったのでストップして、だけどどんどん痛くなって、これもしかしたら死んじゃうのかなっていうくらい痛くなったので、苦手な方は申し訳ないです、ちょっとだけスキップしていただきたいんですけど、トイレに駆け込みました。で、ちょっと食べたものをこう戻すという形で応急処置を自分なりにしたんですね。そしたら、あ、ちょっと楽になったかもなっていう感覚があったので、その後は食事はやめて用事を済ませに出かけました。ただ帰ってきたからちょっとお腹が空いたので、もう治ってるかなと思って、またねお米を食べた次の瞬間、ズキーンって痛んだんですね。またこれは耐えられない、どうしようと思って、その時かかりつけ医はもう予約がいっぱいだったので、行ったことがない近くの小さなクリニックに行ってみました。で、そこの医者さんがまあまたちょっと横柄なね、あまり良くないお医者さんだったんですけど、一応エコーを取ってくれたんです。そしたら、私は胸が痛いって言ってたんですけど、まあその下の方を見られて、で、見たところなんか胃が膨張していて全然働いてないから、ウイルス性の胃腸炎だろうっていうふうに言われました。で、ウイルス性の胃腸炎と言われても、私が認識しているものは
まあ、ちょっと嘔吐とか下痢があったりとか、子供から大人に移ったりとか、もう家族でみんなで感染しちゃうみたいなイメージがあったんです。でもどれにも当てはまらなかったんですね。吐いたりもしてない、お腹も下してない、家族は私以外みんな元気だから思い当たる節がないんですけどってそのお医者さんに言ったんですけど、聞く耳を持たずっていう感じの方だったので、食べなきゃ治るよ、水も飲まないでねっていう感じで、何も薬も処方されず終わりました。ただ私の中では、その態度が悪いお医者さんだから腕が悪いとは限らないしっていう、その自分のなんだこいつっていうような気持ちをちょっと抑えながら、いい風に解釈したんですね。まあエコーも取ってくれたし、おっしゃる通りなんだろうなっていうことで、それから丸2日絶食をしました。もう水も取らない。そしたら確かに痛みはあんまり感じなくなったんですね。時々ズキズキするぐらいみたいな。あ、やっぱりじゃあウイルス性胃腸炎だったんだなって、お医者さんの言う通りだったかなと思って、次の日、まあ2日絶食してるんで、もうフラフラで、脱水症状って本当にやばいんだなっていうのを自覚というか、まあ実体験として持ってたんですけど、本当に倒れてしまって、朝から廊下にバターンみたいな感じで倒れて、急いでポカリスエットをちょびちょびストローで少し飲んだら、急にこう血の巡りが良くなったというか、ブドウ糖が私を元気にしてくれて復活をしたんですね。でその日にお粥を少し食べられたので、あ、まあちょっと痛いけど治ってきてるかなっていう感じでした。でその頃に一度ツイッターとかに回復してきましたっていう投稿を載せましたが、その後ですね、次の日もうちょっとポカリ飲めるかな、うん、痛い、お水はあ、もっと痛い、でも治ってる途中なんだろうな、お粥も、まあ、痛いけど食べれなくはないみたいな状態が続きました。ただその日の夜におうどんを食べたんですね。柔らかめに煮たおうどんに卵を溶いて、卵とちうどんみたいな形で、私ももうかれこれそれまで6日間ぐらい食べてはいるんですけど、まともに食べてなかったですし、なんか食っていうものをすごく欲していた。お腹はとにかく空きますし、食欲もめちゃくちゃあったので、だからうどんを柔らかく煮たのだったらいけるかなと思って食べたら、もうどん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 心臓が痛くなってきて、左のあばらのあたりとあばらの後ろも痛くなってきて、あ、これまずいかもしれないっていう感じになりました。それが10月11日の夜でした。ちょうど1週間前ですね。で、あ、少しもう食べるのやめたら良くなるかなと思ったら、そこから夜の7時ぐらいからですね、もう夜中の3時ぐらいまでずっと痛いんです。で、どん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 痛みが増してくるんですね。で、どういう痛みかというと、ちょっと痛いのが苦手な方は本当にスキップして目次をね選んでいただきたいんですけども、ナイフでね、心臓と背中をずっと突き刺されてるみたいな痛みで、ナイフで刺されたことないのでわからないんですけど、そのくらい経験したことのない痛みが数分に1回やってくるんですね。グーグーみたいな感じでやってくる。でもう本当に痛すぎて、私自他ともに認める痛みに強い人なんですけど、これはもしかしたら心臓の病気なのかなと思いつつも、まだお医者さんのねことを真面目なんで、でもウイルス性胃腸炎だから食べるのやめたらきっと良くなるよねっていうので、もうひたすら何時間だろう、だからこう8時間ぐらい耐え続けていました。でもあまりにも痛くて、もう子供の前で泣いてしまうぐらい痛くて、で子供も心配して救急車呼ぼうって言ってくれるくらいですね、ずっとこう立てないし横になれないし、横になるともっと痛くてっていう状態が続いてました。で、救急車呼んでもその時良かったかなと思うぐらいの痛みではあったんですが、翌日、これは多分ウイルス性胃腸炎じゃないなってやっと思えて、かかりつけ医のところに行きました。ただ、そこが直接お医者さんに先にお話をするっていうよりは、先に看護師さんが出てきて状況をお話しして、まあ、時間短縮のためにそういうシステムを取られているところで、で、まあ、お医者さんは簡単に私の胸を触診してレントゲンと心電図を取りましょうって言われました。でもレントゲンも綺麗だし心電図も問題ない、
なのでよくわからないって言われちゃったんですね。胸の痛み、背中の痛み、あばらの痛みっていうのは関連性がありませんって言われてしまって、で心電図も綺麗だし、まあ、循環器系の病気ではないと思う、まだ若いしみたいなこと言われて、で私も何も食べなければ飲まなければすっごく痛いというよりはちょっとなんか時々ズキンズキンドクンドクンするっていう感じなので、お話自体は普通にできちゃうんですよ。なのであんまり心配もされなくて、とりあえず鎮痛剤出しときますねって言われた瞬間に、いや待ってくれと、絶対そんな程度の痛みじゃないっていう思いが溢れて、待ってくださいってお医者さんに言って、で食べると本当に痛いんですって言ったら、え、食べると痛いなんて今初めて聞きましたよって言って、いわゆる最初のヒアリングがお医者さんにうまく伝わってなくて、でそこから事情を私がもう一度お話をしたら、食べると痛いということは食道炎でしょうって言われたんですね。いわゆる逆流性食道炎っていうふうに、まあ、言われて、なんとなく違うようなと思いながら、だってこんなに激痛って聞いたことないぞと思いながらも、まあ、とりあえず一つの病名がウイルス性胃腸炎ではない病名が出たことに私は安堵感を覚えました。で、一応その逆流性食道炎に効く胃薬も出しとくのでって言われた時に少し安心して、もう涙ポロポロポロって出て号泣してしまいました。病院であんなに泣いたのは初めてでした。そのくらいよくわからない痛みで、痛すぎて辛かったんだと思います。ただそのお薬を飲んでも全く良くならず、むしろ胃もたれする感じでどんどん苦しくなっちゃって、で食事ももうさすがになんとなくこうちょっとでも柔らかくても固形物がダメなんだってことがそれまでの経験上分かったので、もうスープを流し込むっていう生活に切り替えていたんですけれども、それでも痛い、もうこれは大きな病院に行くしかないなと思って、次の日またですね、同じ病院に行ってクリニックに行って紹介状を書いてもらいました。で紹介状を書いてもらうときに、私は大学病院に行くつもりでいたんですけど、大学病院だと予約がすぐ取れないかもしれないので、今日この後すぐ行けるどこどこ病院に行ってくださいって言われたんですね。でまあすぐに行けるんだったらいいかなと思って、はい分かりましたって、その日のうちにちょっと大きめの病院に行ったんですけれども、私が一番したかった胃カメラ検査っていう予約枠が全て埋まってしまっていて、結局その病院でできなかったんですね、検査したかった検査が。で結局したのは血液検査だけで、血液検査も綺麗だし異常ないです。いやでも先生本当に信じられない痛みで、私痛みに強いんですけどって説明をしても、30代前半で食道がんってこともほとんどないし緊急性は低いですって言われちゃったんですね。でなんか親身になってくれるお医者さんって本当にいないんだなって思いながら、いっぱいお薬をとりあえず食道炎のお薬をもらって帰ってきました。でももう本当に痛いんですね。ちょっと口にするだけでってこうもうもだえるぐらいな痛さが続いて、で胃カメラは結局その病院で1週間後10月20日の予約しか取れなかったんです。でもこんな生活をあと1週間も続けられないって思ったので、個人でこうやられている内視鏡のクリニックを探しました。ですぐに予約ができたので、おとといの10月16日月曜日にそこに行ってきました。でそこはすごく素晴らしいクリニックで、事情を説明したら、大変でしたねって、痛かったですねって、すぐ見ましょうって言って見てもらいました。で人生初の胃カメラで怖かったので、まあ麻酔、喉の麻酔の他にちょっとうとうとするような鎮静剤と呼ばれるような、まあ、私たちからすると麻酔みたいな印象なんですけど、眠りながら胃カメラを入れてもらうっていうような処置にしてもらいました。なのでこう横になってマウスピースつけて中に入れる前までの記憶しかないんですが、なんとその金属片が見つかった時に、お医者さんがですね、見つかった時は多分ご飯とかの食べかすが絡みついてしまって白い海みたいな状態になっていたそうなんです。そこをお水でピューって洗ったらしいんですね。その瞬間私目が覚めちゃって、痛すぎて
麻酔もぶっ飛んでしまうほどの激痛で、何これっていう感じで目が覚めちゃって、でその時に聞こえてきた会話が、なんだこれはってお医者さんがおっしゃってるんですよ。魚の骨、いや違いますねみたいな、何を飲み込んだんだなんだみたいな会話が聞こえてきたんですって。ぼんやりしながら、あやっと原因が分かったんだな、よかったなと思いながら、一旦胃カメラは終わって、でその後ちょっとベッドで横になっている時に、お医者さんが後ろの方でどこかの病院の先生に電話しているようなんですね。その電話の内容が聞こえて、いやすごく若いんですよ、若いんですけど何かが刺さってるんですね、金属片ですかねみたいなことを言って、とりあえず今から行ってもらうんで、すぐに見てもらえますかっていう電話をしていました。あ、すぐに電話してくださってありがたいな、よかったなって思いながら、その医者さんとちょっとまた診断結果、胃カメラの状態を見ましょうって言われた時に、見せてもらった写真に金属片がぐさっと、これが食道だったらもうグッてこうやって入ってたんですね。これは痛いはずだわと思って、ただ原因が分かったことでとっても安心しました。でそこで撮ってもらえるのかなって思ったらですね、そこは本当に内視鏡を見るだけっていう感じのところだったので、もしこれを撮った時に大出血が起こったら緊急処置がうちではできないので、大きな病院今からご案内するので行ってくださいって言われたんですね。だからもう数としては 1,2,3,4 5件目の病院に行くっていう流れになりました。ただそこからはトントン拍子で、電話をしてくださっていたので、先ほどの先生が、消化器内科の女性の先生が、大丈夫ですかって聞きましたよって、え、これで仕事もしてたんですかっていう感じですごい同情してくださって、もうその瞬間感動みたいな、今まで塩対応じゃないですけど、そこまで親身になってくれる先生が1件目2件目3件目といらっしゃらなかったので、やっと楽になるんだなっていうちょっと安堵感でいっぱいでした。でその後一応血液検査だったり CT だったり、いろいろな検査をした後でですね、また1日2回目の胃カメラ、喉に麻酔をして鎮静剤を打って、今度はまあちょっと除去物があるので大きめの胃カメラ、最初は細かったんですけど、次用意してるのすごい太いんですよ。こんなの入れるんだ怖いなと思いながら、まあ、鎮静剤流してるので、先ほどと同じように横になってマウスピースつけて準備する先生が持ってる大きいカメラだっていうところまで記憶があって入りました。ただ物を取るときに激痛が走って、また目が覚めたんですね。麻酔もぶっ飛んでしまうほどの痛さが走って、でこうカメラが出てくるところも記憶がありました。本当に苦しかったです。ただそのおかげでですね、大きな出血もなく無事に取れたよっていうことになりました。でその後は経過観察のために1日入院をして、で翌日おもゆっていう本当に米粒の粒が全くない、本当に液状になったおかゆが食べられたので退院という形になりました。そして昨日帰ってきて今日に至るっていう感じです。で今は先ほどお伝えしたようにちょっと傷口が痛むかなっていうくらいで、まあ、そんなにうーっていうような痛みは取れましたので、まあ完全にその異物が原因だったかなと思っています。ただ10日間ですね、やっぱりこうずっとこう耐えるような姿勢を知らず知らずのうちに取ってしまっていたのか、みぞおちとかあばらの方が筋肉痛のようなですね、変な痛みがちょっと残っていて、まだ完全にいつも通りっていう感じではないですけれども、心身ともに健康に向かっております。まあ、メンタルはね、この痛かった時期もな、脳と心はすごい元気ではあったので、一抹の不安はありましたけど、まあ、そんな感じです。はい、で今回皆さんにお伝えしたいことは、その経緯とともにですね、その意味不明の痛みっていうのは自分にしかわからないことじゃないですか。あ、この腹痛は多分なんか悪いもの食べちゃったんだなとか、なんかあの時のこの痛みに似てるなとか、なんかこう耐えられる痛みだなとか、自分の中である程度基準がね、何十年か生きてるとあると思うんです。今回私はその基準に一個も当てはまらない、びっくりするほどのニューエイクっていうんですか、新しい痛みでした。本当に銃で撃たれた
撃たれたことないけど比喩するならそれくらい、ナイフで刺されたことないけど比喩するならそれくらいっていうくらいの痛みが本当に続いていたので、こうパッと見ね、絶対人はわからない、私元気そうですし人前でちゃんとしちゃうので、なんかこうすごい死にそうな顔とかできたらよかったんですけど、あの演技も別にする必要はないと思っているので、なんかこういやピンピンしてるでしょみたいな感じで見られちゃう。だけどこの痛みは普通じゃないなって思うものがあった時は、あるいはこの診断多分違うな、ぶっちゃけって最初のお医者さんから疑ってたんですよね。いやだって家族も何もないし元気だしお腹下してもないし悪いもの食べてないし刺身とかそういうものも食べてないし、ウイルス性胃腸炎なんて多分違うって思ってたけど、最初は素直に聞こうと思いましたが、そういう多分違うな、この痛みはなんか別物だなっていう自分の感覚は 100% 当たってるなって思いましたね。これよくお悩み相談とか雑談でも話をするんですけど、この人と一緒にいちゃダメだなとかなんかあるじゃないですか。あ、この人怖いなとか、私は採用の仕事を数年間会社員時代やってた時にそういう感覚結構働いてたんですね。だけどそれって言語化しにくいし、まあロジカルではないじゃないですか、感覚の話なので。だけどこの人やばいなって思った人は必ず入社後トラブルメーカーになっていましたっていう時と似ていて、自分の病気とか体の状態とかもなんか違うな、この診断書も違うなって思うことって多分ね 100% 当たってるので、その場合はもう大げさかもしれないと思いつつも精密検査をとにかく受けまくったりした方がいいと思いました。で、精密検査というか、まあいろんな検査がありますけれども、例えば私のこう食道のね、ちょうど心臓のあたりだったんですよね、刺さってたところが。だから心臓が締め付けられるような痛みって感じたんですけど、あの左側でしたし刺さってたのが。だけどその、まあ、食道炎だったりとか、まあ、食道ってすごく長いので心臓のあたりに異変があると心臓病って思われる患者さんだったりお医者さんがすごく多いんですって。これは私がなんか違う病気なんじゃないかっていろいろと調べてる中でも結構出てきた情報でした。食道炎だけでなくてね、いろんな病気がある中で心臓が苦しいから救急車を呼んだけれども全く異常は見つからない、循環器系では異常が見つからない、だけどすごく痛い、結果あばらのなんか内骨の異常だったとか、なんかこの辺りってすごく内臓が密集しているので骨もあるし神経もたくさん通ってるから、心臓が痛いけれどももしかしたら私のように食道にエラーが起こっているかもしれないし違う骨だったかもしれないしっていうことで、あの原因がねつかみづらいところではあるみたいなんですね。だからこそじゃあ循環器系いたから大丈夫かなではなくって、それでも痛みが続いてる、なんか変だなと思ったら今度は全く違う科に行ってみたりとか胃カメラを覗いてみる、入れてみるとか、そういうありとあらゆる検査をされるのがいいなって、まあ、個人の、あの経験からですね思いました。とにかく本当に自分の感覚はどういう状況においても当たるなって思ったし、それを信じて、いや大げさでもいい、とにかく調べようみたいなことってとても大事なような気がしました。はい。であと食べるものと食べ方ですね。実はそのまあ摘出されたというか取り除かれたその破片というのは全く身に覚えがないもの、お家にも絶対ないし、すごく鋭利だったんですね、先が。で、まあ、ちょっと考えられるのは買ったスーパーのお肉とかもやしの袋に混入してしまっていた可能性もなきにしもあらずだなと思ったんです。まあ、今となったら確かめようが、まあ、その金属片がどこかのね工場に あるとかそういう形でしか調べようがないんですけれども、必ず食べるときにやっぱりこうガサッて取るのではなくてささっとこう中を見たりとかいっぱい咀嚼をする、私はちょっとこう画面を見ながらパソコンを見ながらっていうのもあったし、あとは用事があったのでさパパッと済ましちゃうっていう感じでこう
きく持って大きな一口でっていう感じだったので、ちっちゃくちっちゃい一口でもぐもぐ食べてたら口の中で発見できたんじゃないかなと思いました。あと私は昔6年ぐらい前にいわゆるのどちんこっていうところを切除してしまっているので、ストッパーがなく入っちゃったんだろうなとも思います。私のようにのどちんこを何らかの理由で切除された方とか、のどちんこがもともと小さな方とかはストッパーが働かない可能性があるので、その場合はより慎重に食べる、召し上がるっていうことが大事かなと思います。はい。で今回ですね、今回に限らず、去年は頭が痛くて MRI を取りに行ったりとかいろんなことがありましたけど、その都度ですね、私は主にインスタグラムのストーリーズでちょっと状態をシェアさせていただいています。こういった病気とか病気かもしれないっていう状態は人を心配させてしまうので、本当はあまりしたくないなと思いつつもですね、私の母がですね、昔病気かもしれないって思ったり、病気だったら周りにどんどん公表した方がいいよって言ってたんです。なんでかっていうと、心配してくれる人の力だったり、あるいは知見のある人がいろんな情報をくれる、でもしかしたら全く違う病気だったっていうことに気づける可能性もあるし、その病気に効くいい食べ物とか薬の情報も来るっていうことで、もちろん悪い情報も来るかもしれないので、そこはちゃんとね、見る目を持たなきゃいけないんですけど、黙って自分で治そうとする人ほど治りが遅かったり治らなかったりするっていうのね、結構昔に言ってたんですよ。でそれが妙に納得したんですね、当時。で私の友人もですね、2年前に子宮頸がんかな、じゃあ乳がんかなになったんですけど、その時も乳がんの方々にどんどんこう情報を集めることで有益な情報を得ることができたっていうふうに言っていたので、自分がちょっとでもおかしいなって思ったらシェアさせていただこうっていうマインドになっているんですね。なので余計に心配をかけてしまった方々に関しては本当にちょっと申し訳ないなというふうには思っているんですけれども、おかげさまでやっぱりちょっとおかしいかなとか、でも変な病気ではないことを祈ってくれる人がこんなにたくさんいるから心強いなだったりとか、さまざまな形で本当に心の栄養をいただけました。で私自身も自分の状態を言葉で整理することによって、ただただ不安になるというよりは、これは大丈夫だけどこれはダメなんだなとか、この日から様子がおかしくてこの日からもっと悪化したなとか、結構冷静に自分の状態を理解することができましたし、やっぱり人に発信する以上、弱音とはいえわーって感情的にならずに分かりやすく言葉を並べてみようだったりとか、相手に不快を与えすぎず自分の気持ちをシェアするっていう風に考えるので、自分自身がネガティブになりすぎなかったかなという風に思っています。なのでもしですね、今後私がまたそういう投稿が続いたら、あ、ちょっとひろみさんの今のこの状態読むのしんどいからっていうことであればミュートにしていただきたいですし、もし何か知っている情報があればどんどん教えていただきたいなと思います。過去にですね、副鼻腔炎で辛かった時に、副鼻腔炎の大先輩みたいな方が DM をすごくたくさん送ってくださって、有益な情報を送ってくださいました。でこれはまた改めて私の副鼻腔炎の手術が終わったらですね、お話をしたいなって、シェアしたいなと思ってるんですけど、そんな風に有益な情報を誰かにシェアすることもできるので、これからも何かあれば、自分のストーリーズの中でですね、シェアできたらなと思います。個人的に皆さんももしそういう機会があれば、やるのがおすすめだなって思った一つの理由がですね、お医者さんに行った時にいつからどんな状態だったかっていうのをメモを取ってればいいんですけど、取ってなかった場合、インスタのストーリーズの過去の履歴を見ると、あ、この日のこの日にこういう投稿してる、あ、じゃあこの日から絶食が始まったんだなとか、メモ代わりにも使えたりしたので、結構本当に助けられたなと思います。で今回ですね、本当にね、食道がんかなって最終的に疑っていました。もう思い当たる症状が食道がん
で、食道がんって初期症状が全くないらしいんですね。症状が出るってことはかなりステージが進んでしまって、で、食道にできるがんっていうのは、食道って粘膜が薄いのか、なんか壁がないのかな、すぐ周りに侵食しやすいらしいんですね、がんが。なのでもう末期だし大変だっていうような情報がどう調べても行き着いてしまう。その時に最悪なことを考えました。で、この動画を見てくださっている方の中にもですね、今そういう状況に置かれたりとかいらっしゃるかもしれないので、私のこの食道がんではなく異物が刺さってただけでしたっていう動画は、もしかしたらすごく心をね傷つけてしまう可能性もあるなと思いながらも、注意喚起も含めてですね、お伝えしたいなと思ってこの話をさせていただきたいと思います。そのように症状が出るということはかなり進んでて、進んでるということは喉にも心臓とか肺にも進んでる可能性があるそうなんですね。なのでまず一つ目は定期的に胃カメラとかバリウムを飲んで、この中を状態をチェックしておく。で、もう一つは、例えば喉の調子が、声が出しづらいなとか、喉の調子が悪い時って耳鼻科にね、耳鼻咽喉科に行く方、あるいは内科に行く方が多いと思うんですけど、内科とか耳鼻咽喉科っていうのは、もちろん内視鏡をこんなところまで、食道まで入れないので、あ、喉がちょっと悪いですねとかね、まあ、見つかっても、この喉のがん、喉頭がんだったかな、咽頭がんとかね、その辺だと思うんですよ。だけど私が調べた中で出会った情報で結構あったのが、この辺まであるがんっていうのは見つけられた。だけど実は出発点は食道だったっていうことで、先に喉の手術をしてしまったがゆえに、喉のこのがんの取る手術をすると食道にすぐ胃カメラを入れられないんですって。なので順番としては本当は食道がんを取ってからここを取ってっていう風にしなければいけなかったのに、発見が遅かったために手遅れになってしまったっていうケースもあるそうなんです。なので喉の調子が悪い、でも耳鼻咽喉科に行っても内科に行っても何ともなかった場合は胃カメラを飲むっていうのがいいかなと思いますし、あるいはじゃあ喉ちょっとがんが見つかりましたってなった場合についでに食道もチェックされるっていうのはいいと思いました。まあ食道とか胃とか腸ですねっていうふうに思いました。で、私は本当になんかもうずっともう最悪のこと考えて、それこそ皆さんにどう告知をするかっていうことも考えていて、ああ初めてね子供を作らなきゃよかったなって生まれて初めて思いました。なんでかっていうと、まだ3歳なのにお母さんがいない生活はかわいそうだなって思うんですよね。なんかもう本当にどうしようと思って、で、しかも食道がんって主にタバコとかお酒とかをすごく飲まれたりね、吸われる方が大体70代ぐらいでなる、発症するがんと言われていて、30代でなる場合はもうストレスとか、よっぽどお酒とタバコをガンガンやってるかっていうことでって書いてあって、まあ私はそんなに唯一当てはまることはストレスなんですけど、ストレス今全くない生活を送っていて、こんな生活でもストレスを送ってるのであれば、一体どういうことなのか、今までちっちゃい時に溜めたストレスが今来ているのかとか、いろんな原因も考えたりして、なんかもう本当にね、小さい時にわがままとか嫌だ嫌だとかいっぱい言わなきゃいけなかったなって後悔だったり、本当になんかいろんな感情が生まれてきました。でも夫ともしんみりしてしまって、子供がいなかった時間帯にもう二人で泣き合ったこともありました。最悪なことを考えて、で、まあ結果ですね、異物が、針金みたいなものが刺さってたっていうことだったんですけれども、なんかそのちょっと今心境がだいぶ変わりまして、少し前からちょっと考えていたことだったんですけれども、プロをね目指して何年間も今努力を重ねてきたですけど、そのプロのナレーターとして花が開くことは今のところ全くなくて、なんか自分の中ですごく苦しい職業の一つになってきていたんですよね。で、そんな中で出会った一人の女性と今回の、まあ、病気というか事故というか
不調と、あと早々のフリーレンだったかなっていうアニメ、漫画を元にしたアニメを見た時に、なんかもう夢も目標も全部捨てようって思ったんですね。なんか本当に大切な人とおしゃべりができたり、会えたり、子供とお話ができたり、なんか成長する姿が見れたり、食べ物を食べられたり、なんかこう隣に好きな人がいてくれたりって、これ以上望むものは本当にないなって思いました。夢や目標を持つことが悪いっていうことは一言も言ってないし、とっても素晴らしいことだと思いましたけど、もう命があとわずかかもしれないって本気で思った時にどうでもよくなったんですよね、本当に。だって何も持っていけないじゃないですか、天国に。持っていけるのは思い出だけ。だからもうすぐ親友に連絡して会おうって、今物全然食べれないけど喋れるから会おうって連絡したり、夫と子供と、もうとにかくいられるだけ一緒にいようって思ったりしていました。で、YouTube もすごく頑張って投稿してた時期もありました。それはね、2022年とか、かなり更新頻度高かったんですけど、まあ、今年に入ってそういうことはあんまりなくなったんですけれども、本当に自分のペースで上げさせていただく感じで考えていたんですけど、それでもなんかやっぱり、なんだろうな、チャンネル登録者数とか、収益とか、伸び率とか、まあ、いろんな YouTuber の方と比較をしたりとかしてしまう自分がいて、こう一喜一憂したり、ああ全然まだまだ自分ダメだなとか思ったり、もうちょっとこうした方が良かったかなとか思ったり、なんか今日は何時まで頑張ろうとか思ったりって、それは別にね、追い詰められてやってることではないし、もっとなんか大きくしたいなっていう気持ちでやってることではあったので、楽しかったんですけど、でもそういう例えば気持ちがあって、子供にちょっと待ってって一言多く言っちゃうのであれば、やめようとか、なんか余裕が少しなくなって夫と話すのもめんどくさくなっちゃうんだったらやめようとか、なんかこうもっと楽に楽しく生きようって思ったんです。今更かいって感じなんですけど、やっとその私は2019年ぐらいかなに、まあ、適応障害になって、多傾向斑っていう皮膚病になって、すごく頑張りすぎてたなっていうことに気づけたんですけど、そこからやっぱり自分のその性格の特徴、真面目すぎるとか完璧主義だったりとか頑張り屋さんとか、もちろんいい面もある、それらは。だけどそれをなんていうの、もっともっとよく出すためには、楽に全部どうでもいいやってぐらい思っていいんだなってなんか思えたんですね。だから今私はですね、もう自分の呪縛、例えばプロのナレーターになってこそ一人前だってどこかずっと思ってたところがありました。もうそれをね、ポイって捨てることにしました。プロになれなくてもいい、別にナレーターになれなくてもいい、もう楽しく生きようって思ったんです。それくらいの方が私は多分自分の真面目さとか完璧主義さとか頑張り屋さんっていうところがいい風に走っていくんじゃないかなってね、なんか教えられたような気がしましたね。なんかだから昨日帰ってきましたけど、人生2回目じゃないけど生まれ変わったような気分で今おります。まあ、そんな風に日々ちょっと10日間本当にしんどかったですけど、耐えられたのはですね、皆さんの本当に心強い言葉とか応援とかサポートとか、日々いただけたからです。本当に改めてですね、この場を借りてお礼を申し上げます。皆さん本当にいつもいつもありがとうございます。今後も変わらず動画は出していきますし、なんていうのかな、やることは変わらないんですけど、例えば私の更新頻度が高かったとしても決して無理をしてるとは思わないでください。楽しく楽に自分が心地よく思える YouTube 運営っていうのをこれから
もっともっとねやっていきたいなって思いますし、皆さんと楽しくなんかこう過ごせたらなっていう場にしていきたいので、ホッとできるひとときっていうのを皆さんに提供しつつ、私も一緒にホッとできる環境っていうのをですね、なんかこう作っていこうって改めて思いました。はい、そうですね、ちょっと長くなりましたけれども、今日お伝えしたかったことは以上です。皆様もくれぐれもご自愛いただき、元気な姿でまたコミュニケーションを取らせてください。どうぞお元気でいてください。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画やライブでお会いしましょう。